皆さんこんにちは、桑原正盛です。皆さんとのご縁は三宅浩一さんの、宣伝広告ゼロで、あなたも集客の達人になるというね、そういったイベントでの皆さんとのご縁だったと思うんですけれども、その後いかがですか。私もですね、ずっとこのリアルでやってきた男ですけれども、三宅氏のそのノウハウに触れながら、あ、なんというその王道なね、人を煽ったり、オーバートークじゃなくて本当にこうしっかりとしたその集客システムっていうのがあるんだなと思って、自分のビジネスにも応用しようと思っております。で、今回のご縁で私桑原正盛のメルマガにも皆さんご招待できるということで非常に嬉しく思ってますが、じゃあ桑原は一体どういう内容を皆さんに発信するのか、それをちょっと簡単に今お話しできればなと思うんですね。で、まあ、私自身は、まあ、いくつかの事業をやっておりますけれども、私のミッションベースとなるものは環境問題なんです。環境どこがあって含まれるかもしれませんけれども、一つは私はコミュニケーションはコミュニケーション環境であるっていうふうに捉えてるんです。例えば今大気汚染 PM2.5 とかね、水素汚染とかオゾン層破壊とかすごい大変な問題ですけれども、かといって明日誰かが死ぬということとは直結はしませんよね。でもこのコミュニケーション環境というものが破壊汚染されると、例えば学校のコミュニケーション環境が破壊され汚染されたら、やっぱりいじめ、自殺、職場コミュニケーション環境が劣化したらうつ病、パワハラ、家庭内環境だったらやっぱり虐待だとか親をバットで殴るとか、これコミュニケーションというのは環境問題であると。でそこにやはり何か一石投じなきゃいけないということで、そのコミュニケーションツール、コミュニケーションスキルを教えるという事業をやっております。あとはですね、食も環境ですね。私たちの体は食べてるものが作るんですけれども、じゃあ何をどう食べたらいいのか、これ分からないですよ。コマーシャルはもう企業がどんどんぶち込んでですね、売るためのコマーシャルいっぱいしますよ、女優さんアイドル使って。じゃあ本当に体を健全にする、波動を高めるにはどうしたらいいのか、この食っていったところで、じゃあ飲食業界に一石投じようということで、本若そわか酵素玄米、これの工場を今宮崎で作って全国に宅配しておりますし、あとは唐揚げチャンピオンというブランドではトラン脂肪酸一切ゼロの安全な油で B 級グルメ唐揚げを展開しようじゃないかとか、そういった食っていう環境に対して一石投じて業界全体に大きな流れを作りたいな、そんなことも考えております。まあ、あと、まあ、いくつか事業はあるんですけれども、本当に桑原がやってる事業は必ず意味がありますし、大きなミッションという土台の上でブレてない自負があります。でそれをどうやって収益性から、そしてブランド化から、実現していくのか、もともとコンサルの桑原が自分のビジネスでうまくいかなかったらシャレになりませんから、その辺の具体的なノウハウとかメソッドみたいなのを、これ皆さんにおいても会社経営、個人事業主、営業マンの方、そっくり使えるノウハウがたくさんあると思いますから、そんな内容を、まあ、一気にドーンといったら大変ですから、うまく楽しく細切れにしてメルマガで皆さんにお届けできたらなと思っております。三宅さんのメルマガ、そしてこの桑原正盛のメルマガも、合わせて、お楽しみくださいね。いつか実際にお会いできる日を楽しみにしております。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。